ただいまー。はーい。うわー、待ってたぞ、ダーリン。ハニー、まったく、帰るたびに飛びついてくる癖はいつ治るんだ。仕方ないだろ、ダーリンが帰ってくるのが待ちきれないんだから。それにしてもこの呼び方もすっかり慣れたな。結婚したらこう呼び合うのが夢だったんだ。お、なんだかいい匂いがするな。ああ、今日は特別な日だからな。ダーリンに初めて食べてもらった肉じゃがを作ってみたんだ。はい、ダーリン。ああ。いいってば、恥ずかしいじゃないか。いいから、ほら。ああ。うん、うまい。やっぱりハニーの肉じゃがは最高だな。これだけは研究し尽くしたからな。それじゃあハニーも、あーん。え、私もか。ごめんごめん。結婚してもう1年か。一向に熱が冷める気がしないな。まあな、最近はそんな心配をする気にもならん。ああ、ダーリン、私少し酔ってしまったみたいだ。こらこら、ハニーは甘えん坊だな。いいではないか、私たちは夫婦なのだぞ。これでトゲチーがダーリンに懐いてくれさえすれば完璧なのだが。少し甘やかしすぎじゃないか。また新しい服着てる。そうか、そうでもないぞ。そういえばダーリン、今日は大事なことを忘れてやしないか。え、大事なことって？ほら、いつものあれだ。お帰りのチューがまだだぞ。グミだよな。私は病院へ行った方がいいのかもしれん。